コンミソは木村ジェイド健でございます。今回はこちらズドーン、コンパクトを持ってスタジオで出かけ、パパパパセイ、はい、ということでね、だいぶ毎回行ってきて、だいぶ飽きてきたんでね、まあ言い方をね変えてみようかなと思ってみました。ね、よろしくお願いいたします。はい、まあそんなことはどうでもいいね。今回はジャンレイでございますね。もうジャンレイ何回もやってますね。うん、あ、なっちゃった、ごめんなさい。はいでジャンレイと、あれです、JCM の900ね、これをやってきました。あれ、やったよね、 JCM900 とジャンレイ。そうなんです、やったんです。過去動画ご覧ください。やっております。2回もやんのかいと。はい、2回やるんですけども、今回ちょっと違うんです。何かと言いますと、このジャンレイね、ジャンレイを持ってる方はわかると思うんですが、ちょっと前行こうかな。はい、こちらのですね、ここに、映ってるかな、うん、ここにですね、精密ドライバーでいじれるネジがついてるんですよ。うん、これ何かっていうとですね、このジャンレイのサチュレーションをいじるつまみになるんですね。うん、サチュレーション、日本語で言うと飽和感ってやつですかね。うん、飽和状態ね。で、このサチュレーション感が結構このジャンレイ肝だったりすると思うんですけども、このねサチュレーション、今ずっと現状なんだろう、ちょっと下げ目にしてあるんですよ。なぜかというと、サチュレーション上げると音すごくいいんですけども、すごいいい音するんですけども、その分ですね、サーっていう、要はノイズも大きくなるんですね。うん、で結構ノイズが大きくなってしまうので、嫌だなと思って結構下げてたんですよ。まあ完全に下げて、真ん中よりちょい下げぐらいだと思うんですけど、まあね、メモリがないから分かんないけど多分ね、真ん中より下げ目ぐらいでずっと使ってたんです、今まで。うん、でですね、今回まあうちのねチャンネルをずっとご覧になってくれてる方はわかると思うんですが、フリーザトーンね、あ、出しておきましょうか。はい、ヌモーン、フリーザトーンね。はい、こちらのですね、ノイズリダクション&ゲートね、こちらを手に入れたじゃないですか。でこれ紹介はショート動画でやったと思うんですけども、まあそれもご覧になってない方おられたら、これ見ていただければいいんですけども、本当にですね、自然な感じでノイズをこう、まあ、除去してくれるというか、なんかね、CPU が入ってんだっけな、なんか入ってんですよ。まあ、とにかく賢いの、この子。簡単に言うと。賢いんです、私より。うん。で、賢くてですね、そのノイズじゃ、だからノイズなのか、ノイズじゃねえのかっていうところをね、しっかり判別して、除去してくれるやつなんですよ。まあ、とにかく、まあ、そういうこと。細かいことはね、まあ、メーカーサイト見てください。まあ、とにかくこれを手に入れたわけですよ。で今ね、だから出てる動画はちょこちょこ、もうこれが必ずバイタライザーとこれをセットでね、絶対に使うような感じで今やってると思うんですけども、まあ常時オンはしてないんですけどね。まあオンしててもね、オンするといい音になるんだよな、そもそもバッファー入ってるから。でよく使われ方がやっぱバッファー置いて、これを置いて、まあそこから先ペダルボードみたいなのが主流らしいんですよ。だけどまあこれもバッファー入ってはいるんですけども、バッファーとこれをセットでやった方がなんかいいみたいなことをみんな言ってるから、私も右に習えで、その通りしてますで自分の意思はそんなにありません。でもね、あった方がいいような気は してます。うん、どこがどう違うかって説明しなさいっていう言わないでできないからはい、でもね、いいんだよ、これすごくいいんですよ。うん、でこれを手に入れたので、そうだとね、これがあるならこちらのサチュレーション上げれんでねえのという話です。でねえのですよ。うん、なので今回はサチュレーションマックスね、精密ドライバープラスドライバーでピュッ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 ってやって、これをねマックスにしてやってきました。うん、まずはそちらの模様ですね。だから今までのうちのチャンネルで使ってきた、うちのチャンネルのジャンレイ動画の動画が覆るよ覆るんじゃないな、だからとは違うんです。だから今回ね、全開マックス、うん、これでやってきました。まずは聞いてください。どんぞ、せいクリーン、
Thank you.
はい、ということでやってきました。どうでした、いかがだったでしょうか。私はね、もうジャン・レイの真の力を、なんだろう、まざまざとね見せつけられたような気がしております。よかった、すごいよかったです。ジャン・レイやっぱね、サチュレーション全開がいいと、まあ個人の感想ですけどね、これマックスの方がいいよねいいよねっていいよな、いいよなですよ、だこれがねやっぱすごく一役買っていて、結構ねやっぱあのうちにあるペダル、そんなね多分10個12個13個ぐらい今コンパクトの歪みがあると思うんですけども、その中でもねこのサチュレーションをマックスにすると、1、2を争うノイズになっちゃうんですよ。これはね、まあ、しょうがないんだけど、になっちゃうかなっちゃってたので、こう、まあ、自分がその気にならないとこまで下げてやってたんですけどね、今回ね世界が変わりましたね、私の、まあ、勝手な私の世界なんでねあのみんなはねこれ持ってる人で、いやいやいやそんなこともとっくにやってたよと、やっぱサチュレーション上げた方がいいんだよっていう人もいれば、もしくはサチュレーションゼロの方がいいんだよと、その方がジャンレイの味が出るんだよという人もいるでしょう。まあ個人の見解なので、私はサチュレーション全開の今回が一番良かったです。もうジャンレイが大好きになりました。まあ今までは別に好きだったけど、もっと好きになりましたね。これ良かった。このセットね、良かったです。ということで、セルフカバーね、今回もやっておりますので、まあ JCM900 もいいんだけどね。で相性がすごい良かったと思います。900のあの、800から、引き継いだあの感じ、音の感じと、このジャン・レイの、サチュレーションマックスに上げた音の感じ、やっぱこうちょっと似てるところがあると思うので、相性がね非常に良かった。でこれでしっかり、いらないノイズを除去して、良かったね、まあいいや、とにかくセルカバーもう話がさこうなっちゃうから、もうこんなよ蛇行運転してるんですいません。ということでセルフカバーも見てください、どんどん。
メロッソです。はい、メロッソです。はい、ということでね、聞いていただきました。うん、良かったです。とにかくね、気持ちよかった。気持ちよかったし、弾きやすかったです。弾きやすいなっていう感じがしました。お腹鳴っちゃった、どうでもいいですね。ということで、今回ジャンレイとこれを使って、ジャンレイのサチュレーション、こちらのね、ここの小さい、ネジをね、グリグリグリっと回してサチュレーションマックスにした状態で遊んでまいりました。はい、ということで、長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。そしてツイッターのフォローもお願いします。そしてお仕事があればね、いよいよやってくださいよ。言ってくださいよ。やりますよ。コンパクトね、うちのコンパクト持ってスタジオ行ってきなさいよという指示を出していただければね、概要欄からね、インフォのアドレスを載せておりますので、どしどしご依頼いただければと思います。はい、ということで、今回もありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。おしまい。バイバーイ。これいいぜ。